BR エンジニアリング BR-01 とは2015年にルマンプロトタイプの LMP に向けとして BR エンジニアリングが製造したプロトタイプレーシングカーである。SMP レーシングによって2015年のヨーロピアンルマンシリーズのイモラ4時間レースでデビューした。ロシアの実業家ボリス・ローテンベルクが起こした BR エンジニアリングが設計、開発した。デザインを担当したのは かつて、プジョー905や、プジョー908ハディファップを設計したパオロカトーネである。自社で、ギアボックスケーシングを設計しており、LMP2 カーとして、大変低いカールを実現している。ボリス・ローテンベルクが、兄のアルカディと共同オーナーを務める、SMP 銀行が、スポンサーの SMP レーシングは、当初は、ヨーロピアンルマンシリーズにフルシーズン参戦する、計画を立てていた。 SMP レーシングは BR01 の開発の遅れで、第1戦は俺かレサンで出走したが、第2戦のイモラで SMP のカラーリングが施された BR01 が公開された。SMP レーシングは2台の BR01 をルマン24時間レースに出走させ、バーレーン6時間レースでも1台出走させている。SMP レーシングは2016年シーズンの FIA 世界耐久選手権参戦を計画している。WEC 参戦前に2台の BR01 をデートナ24時間レースに出走させた。ミハエル・アレシンはデートナの雨の予選でポールポジションを獲得した。しかし決勝レースでは順位を下げ結局総合38位の順位に止まった。ルマン24時間レースではシグナテックアルピーヌ G ドライブレーシングに続く l m p にクラス3位でフィニッシュした。ありがとうございます。